養生についてご紹介します。傷や汚れを防ぐためにビニールシート、発泡シートなどの養生シートを敷き込んでください。養生シートは床全体を覆い、床用養生テープで固定してください。最後に施工の仕上がりのチェックをお願いします。